はい、こんにちは、テイカールです。今回はですね、ディアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー23号と24号、こちらの方をやっていきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。で、今回ついてきているパーツはこちらの2袋で、今回もですね、このラムジェットエンジンの続きをやっていくということになります。はい、それではまずですね、23号の方を開封してパーツチェックしていきます。はい、かなり厳重に梱包されてますね。これがエンジンの、まあ、ここの部分ですね。半分。まあ、普通のエンジンじゃないんで、ブロックなのかヘッドなのかって言われるとちょっとわからないんですけども、こういったタービンですね。で、こちらもダイキャスト製。で、これはプラスチック製ですね。あとはネジが3種類ついてきております。はい、それでは早速組み立てていきます。まずはこちらの部品ですね。ここに大きな突起が2個ありますので、こちらの突起側にこのプラスチックの部品にもですね、小さな突起がついてまして、これがこちらに向くように、このような感じですね。このような感じで乗せたら、裏側、こちら側に2箇所、BP のネジですね、 BP のネジを使って止めていきます。はい、私のチャンネルではですね、このような感じでディアゴスティーニさんとかアシェットさんの大型模型ですね、大型模型の作り方、それからですね、作る際のワンポイントアドバイスなんかを動画で配信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、で、このネジの場合はですね、相手側が、プラスチックなので締めすぎ注意ですね。キュッと締まれば OK です。で、1本余るのは予備なので大切に取っておきます。はい、それでは次の作業ですね。次の作業は前回までに組み立てたこちらの、エンジンですね、タービンですね、これにこのステーをつけます。で、ここのところにこれがこのような形で乗って、GM のネジで締め込みます。なので、この GM はですね、ビスですので、こっち側が金属製でこれがビスになってますので、まずはですね、こちらの方にネジ山を作っておいた方が作りやすいです。なので、まずはこれを、電動ドライバーを使ってここのネジ切りをしていきます。はい、このような形でビスを使って、まずはですね、ネジ山を作っておきます。はい、このような形でネジ山を作ったらですね、向きを間違えないように気をつけます。こういう感じですね。はい、こういう風につきます。こちら側から見るとこういう風になります。で、この状態で、このネジを止めていきます。はい、で、このドライバーの場合はですね、こんな感じで、マグネットになってますので、ネジをあらかじめつけておいて、これを当てがってですね、それからつけると簡単に取り付けられるんじゃないかなと思います。こういう感じですね。でもすでにネジ山切ってありますので、まずは軽く締めます。で、次もう一本を入れて、こういう感じですね。で、これの位置をですね、ぴったりと合わせてから、少しずつ締めていきます。はい、これでぴったり合ってることを確認して2本とも増し締めします。はい、これもですね、小さなネジなので、あんまり強く締めるとネジが切れてしまいますので、力加減には気をつけてください。はい、それでは次にですね、この、本体の方にこちらの方が合わさって、ここの2本のネジを止めるわけなんですけども、ここですね、ここのところも先ほどと同様に、今度は AM のビスです。このビスでネジ山を作っておいてから、これをかぶせてネジ止めしていきます。はい、このような形でネジ山を作ったら、このですね、本体のこの黒い部品、これに対して、この突起のある方がこちら側です。こういう感じになります。
で、こちら側がこういう感じで、ピタッと下まで入れてネジ止めします。はい、こういう感じですね。これこのまま下に下ろしていくと、こういう感じ。はい、このような形でここのビスを2本止めて、今回の、作業ですね、23号の作業はこれで終了です。はい、それでは続きまして24号ですね、こちらのパーツ開封していきます。はい、で24号はですね、このインテークダクトというものがこのような形でプラスチックのパーツが2点、それと、BP のネジが入ってくるだけですね。それでは早速作っていきます。まずはこれをこのような形で合わせて、で、合わせたらですね、あとは裏側のこの3箇所のネジ、BP ネジで止めるだけで24号は終わりです。かなり、あっさりとしてますけども、そういう号もあります。はい、それでは裏側の3箇所のビス止めていきますね。私のところではですね、このアシェットさんとかディアゴスティーニさんの大型模型の製作代行の方を受けたまわっております。もしですね、私に、作ってもらいたいと思う方はですね、ぜひコメント欄の方からでもですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、これもですね、プラスチックパーツなので締め込みすぎには注意してください。はい、これで終わりですね。これで24号の組み立ては完成ということで、はい、というわけで今回はですね、23号と24号の組み立てをご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。